こんにちは、グランピーです。最近僕は運動不足なんで、休みの日に、あ、こうどうぞはい、ここです。サイクリング行ってきたんですけど、自転車を使って、あの鈴ヶ峰の、山登ったんですけど、井の口中学校のとこに自転車を置くとこがあって置いて、でそこからハイキングをして、大体30分ぐらいかけて山頂登ったんですけど、やっぱ気持ちいいです。その上で、お弁当を食べて、でも木がいい木があったんで、今度はハンモックを持ってったらいいかなと思うんで、ハンモックを今度、買っていこうと思いますでその後は、下に降りてきて、草津の公園でフリスビーをしたんですけど、自転車乗りながらフリスビーのと結構面白いんでおすすめです。ハッシュタグ自転車フリスビーですという感じで、話は全然関係なかったんですけど、今日はシグのランドを、この方の自転車組むの僕2代目なんですけど、以前は2年ぐらい前に冬にパナソニックの、CX をライブで組んだっていう方がいるんですけど、その人の自転車が、これになります。で、パナソニックは普通のドロップハンドルなんで、軽快な感じで走りたいっていうんで、でこれはちょっと街中でもっとラフに走りたいっていうんで組んだのが、カスタムさせてもらったのがこのランドになります。オールブラックです。これは純正色のナシジっていうカラーがあるんですけど、そのナシジのカラーになってます。いやー、かっこいい。で今回もいろいろ相談させてもらって、ほとんど僕が組みたいように組んでますでもし僕がそうです、今からランドを組むならこういう感じで組もうかなと思います。だからこのマビックのこのリムですね、これオープンプロUST のリムがあるんですけど、どうやらこのリムは作るのが難しいようで、今後生産終了になるっていう噂があります。だからこのリムもしちょっと検討中だなっていう人は、早めにというかある時に買った方がいいです。1本1万2000円です。で今回使ったハブが、シマの XT になるんで、これが、32ホールと36ホールになってるんで、使ってるリムは32ホールになります。でタイヤは IRC の冒険タイヤの700の 40C、チューブレスレディなんですけど、今回この人はチューブ入れてます。でチューブレスとチューブドの、いろんな、派閥があるんですけど、僕はどっちも大丈夫です。でもやっぱりチューブレスっていうのはバイクとか車に比べて性能が自転車の場合良くないんで、空気抜けが起きてくるんで、なんかそういう不安がある人はもう最初からチューブ入れた方がいいと思います。チューブレスが絶対とはないと思います、ただない方が軽くて乗り心地いいです。でハンドルはこれです。レンサルの、ファットバーライトカーボンです。なんかカーボンだとなると、ここのくびれがセクシーで、よくなんかセクシーな形をして大根みたいな感じのセクシーさがあります。持った感じはめちゃくちゃ軽くて、ハンドリングも軽いです。でこの方は、パナソニックのと CX はヘッドセットクリスキング、ステムとシートボスはトムソンを使ってたんで、今回はそれを使ってない部品を使おうってことで、トムソンチックなニットにして、ヘッドセットはケンクリークの純正のランドのを使ってます。でこのシートボスとも合わせてニットのこのブラックにします。色が綺麗です。でサドルは以前使ってたボルトのコンフォート8900円のモデルを使ってます。そうですね、あとはずっとじゃあ下下がってみましょうか。ペダルは以前使ってたマウンテンバイクのペダルをそのまま利用してます。でもなんかすごい綺麗なんで、あんま乗ってないんじゃないかな、これ。そう、色綺麗ですね。で、コンポーネントは GRX で全部組んでます。いいですね。でこの方聞いてみたんですが、今後カゴをつけるかっていう話が出たんですけど、カゴをつけなくてこのスタイルで乗るっていうのがあったんですけど、昨日、カゴとか何もつけない状態で乗ったら、やっぱランドはこぎがすごい軽くて、よくストラグラーとランドどっちがいいですかって聞かれるんですけど、こっちの方がいいと思います。エンドもこうずれないし、
あとランドはこのここにセンタースタンド、これスタンドがつけてます。あ、ピント、そう、今日ちょっとピントが合いづらいんですいません。じゃかっこいいですね。今何分くらいですか、ここ。いやー、かっこいいですね。昨日触ったんですけど、このグリップが何気に良かったです。このODI のあのドレッドヘアのあのグリップ、スポンジですね、やっぱフラットバーかっこいいですね。言葉を失う、言葉を失ったままあと2分間が経過するみたいな、それなしなし。そう、やっぱこういう時期なんで、もう一回その通勤、まあ、見直してもいいのかなと思います。まあ、電車とかバスだとやっぱり、ね、密になってしまうんで、自転車通勤いいですね。かっこいいのこれ。ちなみにこれ、まあ、総大体の総額なんですけど、まあ、持ってたパーツも使わせてもらったんで、大体ですけど、まあ、35万円ぐらいはかかっていると思います。うん、あ、車が入るかもしれない。ちなみにあのグランピーの駐車場はここになってます。グランピー3台分あるんですけど、この辺一方通行なんで気をつけてくださいって。という感じで、すいません、車が今日多くて。みんな家にいてください。という感じで、ランドの、フラットバー、カスタムをさせてもらったっ。でもしこういう の欲しいなっていう人はメッセージくれれば見積もりもしてやろうと思います。で全国配送 OK なんで、県外の方でもご相談ください。じゃあ降ります。